すべてのね、競馬ファンの皆さんがね、今一番気にしていることといえば、今年10歳になったね、のんこの嫁が、2022年、どのようなね、レース選択をしていき、どのような活躍をしていくのかっていうことだと思うんですけれど、もちろんね、僕もね、今の一番の関心事は、それなんですが、先日ね、情報がね、やっと出ましたね。年末にね、東京大賞典で、10着にね、敗れてしまって、あれからね、どうしたもんかと、3ヶ月以上ね、悶々と僕はね、ずっと過ごしてたんですよ。東京大賞典はね、その後のレースのね、振り返りの動画でも僕喋ったし、いろいろと、記事にもなってたんですけど、思うようなレース展開にならずに、先行してしまって、足をね、うまくためられずに、全然レースになってないと、そういうことだったんですが、今月のね、4月21日にある、大井であるね、ブリリアントカップ、そこにね、出走するそうです。これはね、僕いいレース選択じゃないかなって思ってて、去年がね、なぜか 2600m の長丁場の金杯を走ってしまって、惨敗したんですけれど、金杯も確か先行したんだよね。てか結構前目に、あんまり前目につけすぎると毎回ダメなんで、かといって後ろすぎてもダメだから、うまく中段あたりでね、いい感じに足をためられないとっていうか、すごい注文がつくね。最近ののんこの嫁のレース見てるとね、非常に注文がつく。すべてがうまくはまって、馬券内に来るかって感じで、一つでもピースが外れるとね、凡走してしまうと。だから実力がね、どうだとか、10着だから衰えたとか、逆にね、2着だから、2着3着だからね、力がね、盛り返してきたとか、そういう問題じゃないと思うんですよね。はまるかはまらないかだと思うんですけれど、それはもうレースの格問わずですね、本当に。G1 だろうが、地方重賞だろうがって感じだと思うんで。でもやっぱ傾向的にね、G1 みたいな大舞台で非常に力を発揮するタイプだなとは思います。だからこのブリリアントカップね、どうだろう、勝ち切るかどうかは分かんないけれども、なんとか馬券内には入るね、走りをしてほしいかなと思ってますし、あと、なんだっけ、スポニチだかスポーツ報知だかの記事で、荒山調教師が、なんか言ってたんですけど、この結果次第で、帝王賞に行くかどうかと。だから、もう10歳だし、もしもこのブリリアントカップで思うような走りじゃなかったら、引退となってしまうのかなっていう感じもします。だから本当、ブリリアントカップがね、本当にのんこの嫁がこの後どうなるかっていうのの非常に大きい試金石だなと思うんで、なんとかね、馬券内に入るような、そういう走りをしてほしいかなと思います。なんだかんだ大井に来てから1勝しかしてないんですもんね。そうなんですね。安定しては走っているけど、どういうメンバーになるかわかんないけど、いい展開になればなと。だからメンバーがどうこうとかさ、相手のレベルがどうこうじゃないと思うんだよね。本当に自分の走りができるかどうかだと思うんで、そこら辺期待しています。とかね、馬券内に入れたとか、すごい大層な要求しているけども、普通に考えてね、すごい馬だと思いますよ。競馬をね、見てる人だったらね、全然こんな話聞かなくても知っとるわって感じだと思うけど、大抵 JRA から転入してきたようなね、元中央馬。元中央馬ってのは、1年間、リミット1年間かな。1年間ぐらい無双するけど、ある日突然なんかもう急に衰えて、もう並の地方馬以下になってしまうんですよ。大井に来ても全然ね、走れずに、で、気づいたら高知に行って、で、高知でも下級条件走ってて、そこでも馬券にならないみたいな馬結構いるんだよね。そんな中ね、もう、地方に来てからもう2年以上、もう3年ぐらい、ずっとね、その大井のもうトップレベルで走っているっていう、この時点で、やっぱすごいなって。サウンドトゥルーぐらいじゃないですか。ね、サウンドトゥルーとか、リッカルドも最近はちょっともうきつくなってきたけど、ねえ、ダメだけど、リッカルドが今どうしてるのか知らない。引退したんだっけ？まだ走ってるっけ？ちょっと、すいません、ちょっとそこら辺あれなんですけど、そうよ。だからね、本当にね、なんとかね、いい馬生をね、今後も送ってほしいなっていうふうに
思っています。はい、というわけで、まあ、21日4月21日まだちょっとあの仕事の関係とかで分かんないんですけど、まあ、もしもねあの見に行けるようであればね、ぜひ大いにのんこの夢見に行きたいなと。いつ以来かな、もう2019年の東京大賞典以来生のんこ見てないんですよね。確かそうなんですよね。それで見て以来生のんこ見てないので、しっかりとね目に焼き付けて来ようかなというふうに思います。はい、というわけでね、まあ今後のね、今後ののんこの夢のね、まあもう残りね少ない現役生活だと思うんですけども、なんとかどっかでね一花咲かせてほしいなというふうに思ってるんでね、まあぜひ僕と一緒にね皆さんものんこの夢をね応援していきましょう。